さん、今日もようお参りくださいました。ありがとうございます。今日はですね、何気なく使っている、言葉ですけれども、おかげさまでという言葉、皆さんよく使われると思うんですね。で、実はこのおかげさまでという言葉、私は仏教用語ではないかなというふうに、思ってます。で、考えてみますと、日本語はですね、結構曖昧な言葉が多いんじゃないかなと思ってまして、例えばこんにちはと言ってですね、どちらまでとか聞きますよね。で、ちょっとそこまで、そう、行ってらっしゃい、これ全然意味のある会話と思えないんですけども、でもこうちょっとそこまでと言って、あ、じゃあ行ってらっしゃいというふうに、会話が成り立つ、こういう曖昧さが私、素晴らしいなと思ってるんですけども、このおかげさまでという言葉でも、考えてみたらそうじゃないですかね。そのおかげさまで元気しておりますと言った人にですね、何のおかげですかって聞いた時に、んっとこうなってしまうんじゃないかなと思うんですね。で、このおかげさまでって言った時のこの影という言葉ありますね。で、この影というのは光が当たってですね、この後ろにできる暗い部分を影とも言いますけれども、もう一つこの見えない部分のことを影とも言いますよね。例えばこの柱があって、この向こう側が影になって見えないとか言ったりすると思うんですが、このおかげさまでという言葉の影という、意味はですね、この見えない部分のことを言ってるんではないかなと思うんですね。で、考えてみますと、我々はこの見えない力によって実際、支えられて生きていると思うんですね。で、皆さんこう椅子に座ってくださってますけれども、この椅子、皆さんを支えているのはその椅子ですよね。で、椅子がなければこう座れないわけですね。で、その椅子はじゃあ何に支えられているかというと、この床に支えられていてですね。で、この床はこの地下構造に支えられていますね。で、地下構造はこの大地、地球の大地によって支えられているわけですけども、この地球のこの大地は地球のこの引力によって支えられていますよね。地球は宇宙の引力によってまたこれ支えられているわけですね。だから、その椅子に座るというだけでも見えない力がやっぱり確実に働いているんですね。意識はしないですけれども、実際にこの引力は働いてますし、そういったことがあると思います。で、もう一つ言えるのは、この椅子をですね、誰かがそこに運んでこなきゃいけないんですよね。で、そしてもっと言えばですね、その椅子を誰かが作らなきゃいけないですね。で、買ってこなきゃいけない。で、ここに椅子があるためには、実はもう見えないものすごいたくさんの人の力が働いてここに椅子があると。で、この椅子に座るためにはですね、皆さん電車に乗らなきゃいけないかもしれませんし、車に乗って、あるいは歩いてここまで来なきゃいけないですね。その時に電車に乗るためには駅員さんがいなきゃいけないでしょうし、車掌さんがいなきゃいけないでしょうし、そういうことを言ってるともうキリがないんですけれども、本当にここに来てこの椅子に座るというだけのために、本当に多くの気づかない間にたくさんの力によって支えられている。これがまさに影の力かと思うんですね。で、影というのは私はこの仏様のことだと思うんですね。で、真言宗は、大日如来の働きと考えるんです。目に見えない我々が生きていく上で大切なその支えとなる大きな力、見えない力を全てこの大日如来様の働きだというふうに考えるわけですね。ということは、影というのは大日如来さんのことなんですね。ですので、影影と言ってですね、この仏様のことを呼び捨てにするわけにはいきません。ですので、下に様をつけたんですね。様、いや、まだそれ足りないということで、上に王をつけてですね、おかげ様という言葉ができたんではないかなと思うんですね。ですので、おかげっていう言葉ありますよね。おかげ参りとかですね、言ったりするので、やはりそれは神仏の見えないその力、に対しての感謝の思いでお参りする、そのおかげをいただくというようなことも言うと思うんですけど、このおかげさまでのという言葉の、おかげという言葉もまさにこの神仏の働き、大日如来様の働きのことだということを皆さんも知っていただきたいと思うんですね。ですので、
このおかげさまでという言葉を使うときには、あ、これは大日如来様、仏様のことを言っているんだ。ですので、そのような思いでおかげさまで、おかげさまでっていう、こういう、まあ、素晴らしい言葉ですね、日常の中でたくさん溢れていく、まあ、そのような世の中になれば一番素晴らしいなというふうに、思います。ですので、皆さんもそのような思いで日々おかげさまでという言葉をたくさん使っていただけたらというふうに思っています。今日は本当に4枚でございました。ありがとうございました。